どうもたてちんチャンネルへようこそ、たてちんでございます。本日のね、キニクマンマッスルショットいきましょう。マッスルショットポチッと。はい、本日ですね、今日はね、まあ、バトルとかね、ガチャではございませんけれどもね、ちょっとね、今いるこの二階堂りんごちゃん、こちらをね、いよいよたてちんもね、覚醒していきたいと思います。ちょっとまあどんな感じなのかね、ちょっと見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。はい、でリンコちゃんでございますけども、ちょっと見ていきましょう。で、今ねこれ普通にね覚醒すると、この JK のね、リンコちゃんでございます。このやっぱり JK のリンコちゃん、こちらもやっぱりね、素晴らしいね、達人 JK 大好きですということで、今日は JK にはこう評価しませんね。あとまあこの水着姿の目を隠れてるんだけど、水着姿のリンコちゃん、こちらにまあしてもいいんですけれども、まあこれどっちにしようかなっていうことでございますね。でこのビーチ体勢ってね、意味がわかんないんだけど、これ何なんだろうね。あとまあこれでもいい、まあでもこれね、タテチン、今回決めましたね。とりあえずですね、結構まあこの評価が良かったということで、こちらね、着物リンコちゃん、こちらにね、してみたいと思います。こちらですけれども、アビリティが有刺鉄線耐性、それから回復中、それから状態回復ということでございますんで、こちらのリンコちゃんに大人になっていただきましょう。行ってみましょう、絆覚醒。おっ、きた、きた、きた。それからドーン、きた、君に恋する夏、二階堂りんこということでね、いよいよりんこちゃん覚醒することができました。やった。はい、こちら二階堂りんこちゃん、君に恋する夏、二階堂りんこでございます。今回こちらね、まあアビリティでございますけども、まあ有刺鉄線耐性、それから回復中、それから状態回復なんかございますからね、まあ結構いろんなバトルなんかにね、役に立つんじゃないかなと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますということで、たてちんチャンネル、またマジで一回お願いしたい。パソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。